中国の外務省は G7 の外相らが被爆地広島を訪問したことに関連し原爆投下の正当性を述べた上で市民に多大な被害を与え悲劇の再現を避けるべきだと強調しました。この核打 その上で、立候補報道局長は罪のない市民が受けた苦しみに同情すべきで第二次世界大戦を教訓に悲劇の再現を避けるべきだとしましたさらに日本政府が被爆地、広島を会合の場に選んだことに対して我々の希望は日本が軍国主義の道を二度と歩まないと表明することだと国を指しました。